アルゼンチン航空は、アルゼンチンの航空会社で、同国のフラッグキャリアである。1990年代に民営化されたが、2008年7月に、再国営化が発表された。アルゼンチン航空のデハビランド DH-106、コメットアルゼンチン航空のボーイング747、SP アルゼンチン航空のエアバス A340 から3001929年に、 全身のアエロポスタ社として郵便物の運搬を開始した。その後国内線の旅客便の運行を開始し、さらにブラジルやチリ、ボリビアなどの近隣諸国へ就航した。1940年代にダグラス DC-4 を導入しきたアメリカにその路線網を広げた。1950年代後半に初のジェット機としてデハビランド DH 106コメットを導入し、1960年代には、ボーイング707によって、Z 化が進んだ。1970年代には、ボーイング747を導入して、急走四国のスペインの首都、マドリードへの運行を開始した。その後、ボーイング 747SP などを導入し、さらに路線が拡充されて、南極回り線で、オークランドやシドニーへの運行を開始した。 またボーイング727やボーイング737を導入し、国内線や近距離国際線のジェット化を進めた。1990年代後半にアルゼンチンの経済危機から経営状況が悪化し、ボーイング 747SP などの燃費効率の悪い大型機の退役を進めるほか、不採算路線からの撤退を進めた。 ブエノスアイレスのエセイサ国際空港からアルゼンチン国内をはじめ南アメリカやヨーロッパ、北、アメリカ、オセアニアへの路線の運行を行っている。なお、一部の国内線については、子会社、アウストラル航空とのコードシェアで運行されている。南アメリカの近隣諸国への路線が多いほか、歴史的背景からヨーロッパへの長距離路線が多い。ヨーロッパ路線では、 スペインのマドリードやバルセロナのほか、パリやローマへの路線にも就航している。北米路線は現在マイアミとニューヨークへの路線を運航している。南アメリカから南極周りでオセアニア線を就航させている数少ない航空会社の一つであったが、2014年4月で路線を休止し、現在はコードシェアしたニュージーランド航空運航の便が、 ブエノスアイレスオークランド線を就航している。かつては北米路線ではロサンゼルスへ、欧州路線ではロンドンやフランクフルトなどへのフライトを行っていたが、アメリカ同時多発テロやイラク海戦等の影響で休止しているが、スカイチーム加盟後はアライアンスパートナーによる運航が可能になったことから、自社機の乗り入れを削減する代わりにコードシェアによって運航されている。 近年は老朽化した機材の更新が進み、長距離国際線の主力はボーイング747や同 SP からエアバス A340 へ変わっている。2012年8月時点の機体年齢は11.5年。2010年にブランドロゴと塗装を変更した。また、同年11月30日には国際航空連合、スカイチームへの加盟契約を行い、 2012年8月29日に正式加盟した。2015年からは国際専用機材として中古機材が多数占めていた A340 型からのリプレースを目的とした A330 型機の導入を進めており主力路線であるブエノスアイレス、スペインマドリード線などに投入を始めている。2019年9月現在アルゼンチン航空の機材は 以下の通りである。アルゼンチン航空がスカイチームに加盟アライアンス、南米及び南半球での事業を拡大。スカイチーム、2012年8月30日閲覧。アルゼンチン航空がスカイチームに加盟18番目、南米初の加盟航空会社を迎え、南米大陸でのさらなる成長に期待。スカイチーム、 2012年8月30日閲覧。https www.clarin.com ビフェイスエローリニアスアーゲンティーノスコメンザラボラルオーランドパルティールディッチエンブレレーゴザバクニズ HTMLAR リターンツ MCO インディセンバーハット ABCD2019 年12月に運行開始予定。ありがとうございます。